Let the bass kick. 恐怖をテーマとしたバイオハザードの制作にあたって、カプコンのスタッフが最もこだわったのがリアリティの部分だ。このリアリティを出すためにゲームの中にはさまざまな工夫がされている。ストーリーの導入部やエンディングに実写を採用しているのもその一つだ。撮影では映画やコマーシャルで活躍している専門のスタッフが集められ、特撮技術などを生かした本格的なロケーションが行われた。またゲーム画面のリアリティを出すためにも新しい技術が使われている。テクスチャーマッピングを使ってポリゴンで表現された画面の質感や、モーションキャプチャーを使って取り込まれたキャラクターの動きなどは、これまでのゲームにはなかった美しさとリアリティだ。まずゲームスタート始まるまでに、そのなぜこういう洋館に閉じ込められたのかとか、でどういう怖さがっていう、そこにあってっていう、そこからもう命からがら逃げて、で追い詰められてもうここから逃げれないよっていう、でそこからどうしますっていう、あなたはっていう、こんな恐ろしい生物がいるところでっていう、どうやって生き残るんでしょうかっていう、そういうまあ意味付けっていうか、それをまずきっちりやりたかったっていうのと、あとそれとは別個にして、もう32ビットやし、そのインパクトのある、とりあえず1秒にもガーンとこれはすごいでっていう、そういう映像をこのゲーム画面上ではできないことをオープニングとかエンディングで見せて、ちょっと度肝を抜きたかったなっていう、そういう意図があったんですけど、とにかくね、部屋の中を自由に動き回れるっていうゲームなんですよ。で部屋作ってプレイヤーを歩かして、ただそれだけでも多分十分楽しいと思うんですよ。だからそれを楽しくさせるために、その人を歩かすっていうこと一つとっても、人間の歩きの重心の移動とか、そういう部分全部考えて作ってるんで、クモ一匹歩くにしても、クモこういう足があってどういう順番で足出すかって多分わからないと思うんですよ。それまでちゃんと考えて、実際のクモが動かすのと同じ順番で足動かしてるんで、そこにいる画面の中にいるクモはもう普通の世界にいるクモと何ら変わらないと思ってもらっても十分です。リアルっていうところを追求するので、まあ、技術的に言うと今までにない技術として、まあ、モーションとかを使ってプレイヤーの動きとかをリアルにして、あと敵とかその他人間の形じゃないものまでも動きをリアルに作って、でモーションで作ってその動きを表現するっていうところと、あとテクスチャーマッピングについても、そのできるだけリアルに質の高いものを使ってリアルに表現しているという、その辺に苦労しました。あとイベントに関しても映画を意識して、その映画のような作りで、人たちプレイヤーたちが、会話してっていう、できるだけ自然にそのイベントを見せるっていうところとか、ゲームの魅力はまあいくつかあるんですけど、まずは、まあ、すごく映画を意識した、ホラー映画を意識した、まあ、すごく凝ったリアルな演出と、あとサウンドですよね。であとは主人公のかっこよさの部分で、銃もいろんな種類、持てるようになってて、でその銃によって、撃つモーションであるとか、敵に与えるダメージとか威力とか、そういうのも全然効果が違うん でそういうのもすごく楽しんでほしいなっていう。であとは敵のまあリアルで細かい動き、そこら辺もちょっと楽しんでほしいな。今回その我々にとって初めてのオリジナルタイトルで、まあ、これ買っていただいた皆さんが、まあ、どない思うか、まあ、いろいろ感じ方があると思うんですよね。まあ、我々怖さを追求したけれども、こんな怖ないよとかですね、うちの子供が泣いてしまったとかですね、まあ、いろいろあると思うんですけれども、やっぱ我々っていうのはこのバイオハザードっていう、こういう恐怖を扱ったものっていうのは今後、一つの大きな柱として、育てていきたいというのはこう私自身思ってます。で当然、2っていう話なんですけれども、これは現状考えております。で、まあ、皆さんぜひ2、1よりもはるかに怖い2っていうのをちょっと楽しみにお待ちいただければと思います。